ああ、キッチンか。おばあちゃんが、ビジュアル系バンドポーズみたいなしてたな。ホラーゲーム好きの皆さん、こんばんは。今回は I'm Counting to Six という最新作のホラーゲームやっていきたいと思います。こちらのゲームですね、エミカゲームズさんのゲーム、最新作が出ました。これね、ホラーで検索しても出てこないんだよね。だから日本でやってる方ほぼいないんじゃないかな。まあそんな熊くんはね、アンテナビンビンなんで見つけてしまいましたけれども。早速やっていきましょう。ニューゲーム。この物語は小さな村についての物語。一見すると他の村と何も変わりません。その中で何かが起こり、この物語に関わった全ての人々の人生を変えた。これを見れば奇妙な霧に包まれた謎が見えてきます。この物語、偶然その村に居合わせたあるものが神秘的な出来事の結末に影響を与えることになるというものであります。偏僻じゃない普通の村ってことかな。どんな村なんだろうか。そしてエミカゲームズさんといえばね、いろんなホラーゲーム、自身が出してるねホラーゲームとつながりがあったりするので、そこがちょっと気になるよね。君はここにいるべきじゃない。助けてくれと言ってるね。頭が痛いのはどうして？ん？電話してるかな。あ、電話が使えない。車で村に入ったと思う。遅くなってきたので周りを見回してどこから電話するか見つけなければならない。何か、ああ、事故にあったっぽいですね。なるほど、なるほど。で、今から電話を探していくと。お、ラグいね。ああ、でもなんか、家っぽいのがあるな。これはバスか。ああ、家々が多いね。村って感じだね、やっぱり。電気がついてる。あそこに行くべきなのか。行ってみまし、あ、ノートがある。触れない。あ、触れた。私たちは子供たちを守らなければなりません。それらは彼らのせいではなく事故でした。私たちはこの魔女の体に触れるつもりはありません。何も知らないふりをするつもりです。その方が私たち全員にとっていいでしょう。彼女を見つけたら、彼がそれが事故だったと思うだろう。できることは何もない。これさ、幼稚園バスの話か、さっきの。助けてくださいと。電話しなければならない。声が聞こえるな。あ、違う。ラジオか。ラジオが聞こえるっぽいけど、確かに叫び声が聞こえた。向こうか？ちょっと違うとこ行ってみるか。街は暗いな。叫び声が聞こえたのはどっちだ？あ、これ公衆電話か。しかも鳴ってるし。ああ、使えないのか。ダメだね。ん？橋がある。渡れそうだね。電気が切れたぞ。あ、なんか Can you help me?
人だよね。これは私が湖のボートの上に座った時、水面が霧にかかっているのが見えた。岸まで泳ごうとしたけど何も見えませんでした。最後に岸に着くと走って家に帰りました。家の中では妻が彫像のように凍りつき、愛する子供たちが動かないのが見えた。私は怖くなって家を飛び出し、せめて助けてくれる人を探しました。家に帰ったらみんな動かなくなってたんだ。彼は死んでいる。ここから出なければならない。あれ？人いるやん。コツだ。コツだね。これ電気がつかないんだ。いや、ここにはもう何もないのか。あ、向こうの家に明かりがついた。いいね。明かりが導いてくれてる。あ？あれも公衆電話じゃない？あ、違うわ。家の中の電話か。はい。誰かいますか？開かないね。あ、開いたっぽい。いや、ギーギー言ってるだけで開かないや。特に他から入り、あ、あー、首吊ってるのか、あれ人形か。彼らに警告した。あの汚い子供たちは彼と人形をいじめるべきではありません。親には言ったが、自分たちも同じだったらどうしようもない。彼らは私が頭おかしいとも言いました。なんだ？ん？こっちゆっくり向いたけど。あ、血かこれ。違うな、普通に水か。なんだ？燃えてる？叫び声と、すんごいどんがらがシャン言ってるけど。あ？どうしてだこれ。あ、消えたな。いや、でもなんか明るいぞあそこ。もうこの村で幻覚を見ちゃってんのか。マネキンかな。マネキンだな。みんななんか武器というか農耕用のいろいろ持ってるけど、ちっちゃい子かな。全員で燃やしてたのか。それは全てあなたのせいです。私はあなたに何も悪いことをしていない。唯一の友達は私の人形だった。でもあなたは彼を笑い、私を笑い、あなたは愛する人さえ私から奪った。そして私はあなたにそれがどのようなものなのかをお見せした。あなたは永遠に苦しみながら生きることになるでしょう。それは決して変わることはありません。人形を燃やしたのか、それとも子供を燃やしたのか。暗いけれど、これは開かない。
この家の中に何かあんのか。いや、でも行けないね。マネキンたちがいるだけで。あ、開くんか。さあ、中に入りましたね。で、ライトあるんかい。ここが入り口で消えるんか。このタイトルも気になるよね。 I'm counting six。 開かない。お、おばあちゃんいるねー。あ、開いてるじゃん。フロムデイトゥデイはいつ出るんですか、M カーゲームズさん。楽しみで仕方ないですよ。電話だ。どれこれ。あ、向こうが開いたっぽいか。ここから離れなければならない。これは、私は自分の気持ちを人形に伝えることしかできません。ルカはいつも私の話を聞いてくれる。ルカは私の友達。ルカという人形なんだな。これか。いや、これはマネキンだよな。これか。開かないね。マネキンが結構多いな。出なきゃいけないって外に。ロック。ああ、外から鍵をかけられたみたいですね。ああ、窓に格子があるから他の、あ、いたな、おばあちゃん。窓の格子があるから他の方法で出る必要がある。他の上とか、こっち、はしごがあるけど、あれ、何の笑い声だ。向こう行ってみる。あ、赤い、あのおばあちゃんか。近づいてきた。なんだこの明かりは。行ってみるよ。いなくなってる。なんだ、色味が変わったぞ。あ、いける。なんかいたな。這いつくばってた。這いつくばりばあちゃんがいた。這いつくばりばあ。こっちは？なんもねえな。でも、家自体狭いからそんな行くとこねえよな。キッチンで特に何もないしね。キキ、あ？向こうでテレビがついてるか？ラジオか？これか。いや、キッチンでなんかあるんじゃねえのかな。
上か。なるほどね。アティックにはしごあるよな。これじゃねえか。オッケー。屋根裏でなんかやってそうですね。はい。あ、開けれる。お、見てるね。だいぶ覗いてきてたわ。あ、いろいろお人形さんたちとコツがあるけど、失踪から4週間が経ちました。ルカはそれを子供たちのせいだと私に言った。彼は私に母親からの手紙をくれた。そして彼は真実を調べなければならないと言った。こいつあるかなのか。これか。はい。触れたわ。あ、ここにもあるな。ドアに鍵をかける。目を閉じる。自分の居場所を見つける。息をしないでください。胸の高鳴りを感じる。シックスウェイト。自分の居場所を見つける。ここに、こんなんあったっけ。それは怒らなければならない。窓からその少年を見たとき、見てはいけないものを見てしまったことに気づいた。私は彼より先に行かなければならない。鍵を閉めて目をつぶって、ラダーの端、はしごをどっか取られちゃったんだよね。もう上には行けないんだ。あ、なんかいた。これはさっきのやつか。え、なんか明かりがついてる。なるほど。狭いとこ通ってんな。いたんかい。なんだ、シークレットドア。鍵とバールがあるはず。鍵とバールを探さなきゃいけない。ロック開けるのはヒントを使用してください。1鍵、2電話、3鍵。電話、あった。バールはどこだ。これさ、鍵3つぐらいある。窓のとこだ。違うな。あれ、覗かれてる。ここだ。あと1個は、もう1個ヒントの紙があるんじゃねえか。あった。いや違うな、これは。母が失踪してから2週間が経った。ニュースはない。署員に相談に行ったが無関心。彼は彼女のせい
で去あ彼の私のせいで去ったと言った。そんなことをしないとは分かっている。彼女は私を愛している。何かが起こったに違いない。もう一個の鍵は、鍵の紙がどっかにあるはずだな。これじゃねえんだよな。あ、これか。あー、キッチンか。おばあちゃんがビジュアル系バンドポーズみたいな人だな。ここら辺っぽいけど、え、あ、お前持ってくれてんの。んだよ、ありがとう。おばあちゃん元気ですね。あとバールだよな。バールは、ここに鍵はすべて見つけて、あとはバール。バールはどこだ。バール。ありがとう。ちゃんと教えてくれてたね。持つべきは人形の友達。お、いけたな。だいぶ時間かかったけど。さあ、光がこぼれている場所があるね。お、パリンチョス。ティホン、あなたが私に怒っているなら私は理解する。あなたが心の底では本当の友達が欲しいと思っていて、他の人とコミュニケーションを恋しく思っていることは分かっている。誰も私たちの家族に近づくことを許すことはできない。そうでなければ彼らは私たちの秘密を知り、今私に起こっていることはもっと早く起こっていた。あなたは誰に対しても親切だったけど、彼らはそれに値しませんでした。あなたにとって最善のものを望んでいる。母やあなたの祖母は私にたくさんのことを教えてくれた。また私のような人を恐れるから人を信じてはいけないとも言いました。お？ドン。これなんで人形が入っちゃってんだ。くちゃくちゃ言ってる。こいつくちゃくちゃ言ってんのか。あ、鳥食べてる。人形が。笑ってる。拍手だ。あ、いなくなってる。なるほどな。あ、君か。いい顔してるね。包丁抜いてあげようか。これで元気になった？あ？どうした？あ、いなくなった。あ、人形が変わった？消えたね。あれ？マネーキンちゃん。見ないでって。こっち？首が寝違えたか？こっちはダメですと。あ、お人形ちゃんいるじゃん。白目だ。ん？カン。
こっちには行けないんだな。テレビがついてる感じだけど。あ、ラジオか。止めらんねえ。Please help us. We are here.Shut the fuck up. What? あの人形のとこ行っといた方がいいのか。あ、ロックザドアね。二つ目を閉じて。で、Find a place yourself。どこだ？自分のプレイス。ここか？胸が高鳴る。ウェイト、待てと。ん？なんか来る。来ないの？あ、来た。 Don't be afraid、 恐れないでと。あ、いけんくなった。え？何か来るわけじゃねえの。あ、いけそう。ナイフで刺して。いけるわ。サイクルのナイフが役に立ったね。さあ、地下だな。取れる。アイスピック。誰かいるの？いや、開けれないけど。どんがらがっしゃん。あ、こっちか。6人の子供たちが私をいじめた。私が優しすぎるので彼らは私を笑った。なぜなら私は他の人とは違うから。彼らは私の母親の殺害に関与していた。5人を懲らしめることができた。彼らはお父さんとお母さんの元に帰りたかった。私は彼らの両親に私の玄関先にいた子供たちを見つけてもらいましたが、彼らが見たものは彼らの目を信じられなかったのです。子供たちは切断されていた。彼らも今私と同じように苦しむことになるだろう。その、ん？アイスピックで開けるとかじゃねえのか。切断して置いといたってこと？玄関に。ん？でも上じゃねえよな。穴でもない。何かチェーンカッター的なのがあれば。いや、何もない。
ないぞ。この先開けらんねえ。タンスも開けらんねえしな。あ、これか。なるほどね。とんでもねえどんがらがしちゃうんだな。うん？大暴れだ。親愛なる息子よ、死を恐れないでください。たくさんのことをしたね。新たなステージが到来した。彼らにあなたを打ち負かしたと思わせてください。そしてそれらは彼らを滅ぼすでしょう。なんかいろいろある。ライター。いや。あ、この人形？これいたな、さっき。一瞬ね、薄明かりのところに。オイル缶。いや、あ、ナイフ？いや、違うね。あ、この先か。見てないのか。お、動いたね。Come here、恐れないで。あ、これさっきのとこじゃん。どんがらが、あ、こっち開いた。こっちとこっち開かないね。開ける何かがあんのか。あー、閉じ込められちったマネーキンに。ただないぞ。ハンマー、あ、あるわ。ちょっと両方やっとくか。どっちがどっちだ。私は彼が私たちの一人に何をしたのか見た。隠れる時間がなかった。ひどいものだった。この形でのみ私たちを両親のもとに返すと彼は言った。本当だった。バラバラにしたってこと。子供たちを誘拐した者の家、人々はそれを知った。ここが子供たちを誘拐してバラバラにした家ってこと。彼は舌を切り取り、口を縫い合わせたので私たちは叫べなくなった。彼は私たちに遊んで欲しかったのです。私たちは家に帰るように頼み、ごめんなさいと言った。しかし彼はその時が来て、両親がまた私たちに会えるだろうと答えた。まあその会えるだろうっていう時にはもうバラバラだったっていうことだよね。こう監禁してた部屋だね。ここもそうだな。俺を知ったので帰るべきか。ん？前になんかいたね。ここは？もうチェーンカーターで開けれないのか。あ、出ることは許されない。
こっちはいけないんだな。じゃあこっちか。なんかマネーキンが、何？友達？これか。I need a lighter. キャンドル。人形。キャンドル。キャンドルと人形？これじゃねえのか。キャンドルはどれのことを言ってんのか。あ、これか。これさっきのやつだな。人形は手に入れて、あ、これか、キャンドル。あとは本。どこだ。あ、もうあるのか。本持ってるわ。燃えたね。サンキューって。自分が何したのか分かってないですねって。燃えてったな。こっから出ようと。ガソリンが必要。この家を燃やしてやる。あ、ライター持ってる。ガソリンどっかにあったよね。来なかったっけ。どっか。まあ、いろいろ燃料は置いてあったよな、どっか。いらん。これか。入ってないのか。なるほどね。入ってるやつを探せと。あった。ガソリンを撒いている最中かな。お、外に出たね。あれ、燃えてるのか。さあ、このまま車の方に向かうのかな。結局この村を知ったけど、ああ、電話がつながった。救助隊です。どうしましたかと。こんにちは。廃村で燃えてる家が見える。警察署に通報して、私が今どこにいるか説明する。最近あるブロガーを見ました。彼は超常現象など何も信じておらず、目撃者によると何が起こっている家にいたと述べた。
彼はある日放置された、キャンプに到着するまで何の証拠も見つかりませんでした。正直に言うと私は彼を信じていませんでした。彼の行動すべては演出されたものだと思った。私が見てきたこと、経験したことをすべて経て、世界は思っているほど広大ではなく、私たち一人ではないことに気づきました。実態は近くにある。自分でそれを手に入れるまではそれを称賛することはできません。なぜこの儀式を決めたのかわかんない。私は走るつもりだった。しかし私の中の何かがこの全てに終止符を打つことを求めていた。恥ずかしながら自分がこの場所にいるには理由があることに気づいた。しかし嘘が私をなんとかなんとかって書いてあったな。エミカゲームズさんですね。なんだろう、これ単発かな。まあ、そこに来たには理由があるっていうことを言ってたんだけど、まあおそらく村で起きたね、誘拐事件があった家に入ること、そしてそれを燃やすことには意味があったっていうふうに言いたかったんだと思うんだけど、このグリシャっていう主人公、何かこれつながってんのかな。セレクトレベルってあるの？ああ、戻れますよっていうことね。これプリズンで下だもんね。もしかしたらいろいろこう探していくと何かこうつながっているものもあったりするのかもしれませんね。ちょっと今のところはちょっと熊子自身も何とも言えませんけれども、いやでもなんか演出的にはやっぱりゾゾゾッとする感じの演出が多くて好きですね、エミカゲームズさんの作品はね。はい、ということで今回は最新作のエミカゲームズさんのね最新作でした。 I'm counting to six ということで、もう早くファインド、違う、from day to day 出してほしいですねなんかもうなんだろうな、どん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 ハードルが上がってってるような気がします。面白いのでね、ぜひ他のエミカゲームズさんの作品、ぜひ見てみてください。クマカもやってるのでね、クマカのおすすめの、YouTube ホーム画面にもおすすめでエミカゲームズさんでまとめてあるので、ぜひそちらもね、見ていただけたらと思います。というわけで今回この辺で終わりです。皆さん良き夜をお過ごしください。